マイク・スウィーニー、マイケル・ジョン・スウィーニー、マイケル・ジョン・ミケ・スウィーニー、1973年7月22日体は、アメリカ合衆国カリフォルニア州オレンジ出身の、元 MLB のプロ野球選手、指名打者、一塁種。デビューから2007年までロイヤルズ一筋で、チームの看板選手として活躍した。高校時代から強打の保守として活躍し、 1991年、ドラフト10順目で、カンザスシテロイヤルズに保守として入団。9月14日にメジャーデビュー。結局その年は4試合のみの出場だったが、シーズン最終戦で、初安打を放っている。は、マイナーリーグからのスタートとなったが、オールスター明けに再びメジャーに昇格。7月18日に保守として、初のスタメン出場を果たし、8月12日の、 マリナーズ戦で、ジェイミー・モイヤーから初塁打を放った。最終的に打率、279、4本塁打、24打点とまずまずの成績を残した。若いマクロースターから外れ、メジャーとマイナーを往復する時期が続いた。までは強打の星マイク・マクファーレンが在籍していたため、レギュラーを確保することができずに、何回かトレードされそうにもなった。 開花できずにいたスウィーニーだったがの5月に小一類種のジェフ・キングが突如引退を表明したためその穴埋めとして一類種へコンバートされた守備の負担が軽くなったことで打撃成績も上昇し7月18日から8月13日にかけて球団歴代3位の25試合連続ヒットを記録最終的に打率3222本塁が 102打点と、チームトップの成績を残し、チームの中心選手となった。も好調を維持し、206安打、打率、333、29本塁打、球団新記録となる144打点、リーグ2位といずれも前年以上の成績を残すとと,ともに、その年のオールスターにも初選出された。は6月に打率、392、11本塁打、 29打点を記録し、プレイヤー・オブ・ザ・マンスに初選出された。8月10日のデトロイト・タイガース戦では、マウンドのジェフ・ウィーバーから吐きかけられたことに激怒して、ウィーバーに殴りかかる乱闘騒ぎを起こし、自身初の退場処分を受けている。は、自己最高となる打率。340、リーグ2位を記録。シーズン終了間際まで首位打者を争っていたが、 最後の4試合で16打数に安打に終わり、マニーラミレス。349にタイトルを奪われた。まで4年連続でオールスターにも選出された。しかしこの頃から腰の故障に悩まされ、シーズンを通しての出場が困難となった。それでも2003年からにかけては打率。300前後、20本塁が、前後、80打点前後の成績を残している。 は開幕直後から故障に悩まされ、5月初旬から8月、初旬までの3ヶ月ほど戦線を離れた。復帰後は調子を取り戻したが、終わってみれば60試合の出場で打率、258、8本塁打、33打点という成績だった。もうシーズン半ばで故障し、打率、267本塁打、38打点と満足のいく成績を残せなかった。 オークランドアスレチックスとマイナー契約を結び、招待選手としてキャンプに参加したが、3月24日に正式契約し、ロースター枠に入った。指名打者として、左打ちのジャックカストと併用される予定であった。5月19日に、左膝痛のため DLD。左膝の軟骨に穴を開ける手術を進められたものの、復帰まで約半年間かかるために拒否。そのため、 内視鏡手術を受ける。9月4日に戦線復帰を果たした。しかし、同年9月9日に戦力外通告を受けた。9月14日にはキャットフィッシュハンター賞を受賞。1月29日、アスレチックス時代のベンチコーチだったドン・若松が監督に就任したシアトル・マリナーズとマイナー契約。開幕ロースター入りし、5月3日のアスレチックス戦で、 通算205本塁打を達成した。2011年3月25日、現役引退を表明。翌3月26日に、フルスロイアルズとツ日契約を結び、引退セレモニーを行った。また、3月31日のシーズン開幕戦では、始球式を務めた。スペイン語が堪能で、中米出身の選手ともよく、コミュニケーションを取る。また、 一塁の守備についている際にも相手の選手とよく談笑している。2003.2004年にはスポーティングニュース誌からグッドガイに選出されるなど良い人として知られる。ロイヤルズ時代にはキャプテンも務めた。経験がカトリック教徒であり CAC の役員も務めている。2002年に往年のヤンキースのサン・リーグレーグ・ネトルズの弟で 南海ホークスでもプレー経験がある元メジャー選手ジム、ネトルズの娘と結婚し、二男一女を授かっている。また、妻と共に、スイーニー家族財団で様々な事前活動を行っている。2007年シーズン最終戦の前日である9月29日、彼は、地元市カンザスシティスター氏に、地元ファン、チーム、選手たちへの感謝を込めた全面広告を載せた。 翌日30日の対クリーブランドインディアンス戦には、久々に一塁を守り4番で出場。1回の第一打席をファンは、スタンディングオベーションで迎えた。第二打席でもプレーが遅れるほど鳴りやまず、7回に、退いた際にも3回目のスタンディングオベーションが起こり、彼はダックアウトから出て、それに応えた。最後のロイヤルズ選手としての試合は3打数、ノーヒットであった。なお、 アドレスなどでプレーしたマークス・ウィーニーとは遠赤関係にない。積極的で初級打ちを好んだ。選球眼が良く、外角の変化球に惑わされて三振することは少なかった。勝負強いバッティングと、右方向への強い打球が特徴で、内角を裁くのも上手かった。健康であれば手強い打者であったが、背中の怪我に悩まされていた。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。